赤星です。瀬尾でーす。アジだぜ。よろしくお願いいたします。はい、はい、今回はラーメン二郎カンナナ一の絵店でございます ね。久々に二郎本気まで行ってまいりましたけども、はい、ね、ステータスを見てください。遠いな、まあそうですね、新宿線、都営新宿線の一の駅ということなんですけども、まあ、駅からは近いんだけどね。これスナイパーの目線ですよ。いやいや、カンナナ沿いでなかなかうまく撮れなかったんで、歩道橋の上から撮ってますけど。あ、なるほど。行ってまいりましたということで、先頭から6番目ぐらいで、食券を購入してくださいということでございます。私最近ね、こうやって買ってますけども、うん、今回は食券がちょっと、うまく映らなかったんで、外からの映像だけど、なるほど。大の汁なしと豚ダブルをそれぞれ、今回は購入しております、うん、ということで見ていきましょうかい。それでシャークトンダイ、おーっとっとっと、汁なし大豚ダブルの、うん、野菜にんにく油辛め魚粉が、うん、コールできるよ。魚と言われるね。マシマシについてはね、そんなはっきりと明言されてないんですけど、あんま言わない方がいい、なるほど、っていう感じかもしれません、うん、ということで豚からね、うん、まずはおふっていきましょうか。おぶっていきましょう。醤油の仕込みがね、際立つんですね。仕込みが、仕込みではない、仕込みがすごかったんでしょうね。仕込みが、まあ、そうか。まあ、このようにね、うん、いっぱい入ってるということで、9ヒットということでございます。ちょっとおまけも入ってたのかな、ダブルってことは。まあ、8枚になるところ9枚にしてくれたのかな、ありがとうございます。そのままね、野菜もバクバクいけるほど、お野菜自体の旨味が強いお野菜なんですね。ということで、もう序盤でもううまいうまいが続いてますけども、この油についてはですね、私一気にこう集めまして、まあ、普通はね、ちょびちょび食っていくところね、どうするんでしょうか。はい、はい、どうでしょうか。あっほほほほ、まあまあ、どっちかでしたね。野菜にかけるか食うか。あ、そっか、やっぱ二択だなと。食うかってなりましたよね、それは。いや、まあ食うよね、それはね。それが楽しみなんでね、序盤はもうね、豚と野菜のペアが仲良しですよということで、交互に食べると、麺に備わるんですね。備わりますから、あ、ここでやっと引き出していきましょうかね。おーしょ、これ前よりもね、天地返し結構私増えましたね。あ、そう、ええ、そっか、そうですね、増えたんですよ、前はね。あまり、おっとっと、なんか考えの違いが出たんですかね。まあ、前はね、ちょっとずつ食べるけどいいのかなと思ったんだけど、天地返ししてる人もうまそうで、ちょっと僕やろうと思って、ええ、分かったことあるんですよ、天地返しについて。なるほど。天地返ししますとですね、麺伸びないんですよ。いや、そうよ、そう、本当にそれが天地返しだもん、これ。いい発見だった、本当に。いや、違うんだよ、みんなそれで天地返ししてんだよ、そうなの。しかも野菜がこう下に来るんだよ。いや、だから全部天地返しの説明なんだよ、野菜のこう、早く気づけよ、やっぱうまい、遅えよ気づくの、遅えか、何百種食ってるんだよ。ほんとに、まあね、今年はまだ天地返しの年ということでやっていきますけども。そうなの。まあ、一の辺はね、魚粉がコールできるので、汁なしにはね、積極的にコールしていきましょうかということなんですね。カジ、魚粉好きじゃなかった。魚粉大好き。で、そうだよね、前に行ったところでも大量投入してらっしゃいましたけど、というと、その上からさらにニンニクも、いきますけどね、そこまで強烈じゃないんで、これ、少なめとか言われて、ニンニクってコールした方がいいと思いますよ、なるほど。というわけで、いつものように、ギャバン、ブラックペッパー、温度感を、こう、売り分けていきますけども、おっと、巧みな手の動きに、なんと、ホワイトペッパーのね、角感もあるんですけども、はい、ポンドと角の実はより同じだったんです。これ豆知識ということで。これなんでじゃあ、形違うんですか。やっぱこう、卓上のこう形によってさ、置けるとこ置けないとこある。いや、だからどっちもあるじゃん。だから一の絵のカウンターは非常にこう、フレシキブルというか、使いやすい。フレキシブル、どっちも置けるということで。統一はしないですね、別に。そうですね、同じようなデータよ。あ、一の絵で、これね、一の絵のコップの中で黄色いの 2,3 個しかないんで。違う、コップ情報じゃん。コップ、しかも、いや、しかもレンゲ、黒いレンゲもね、4つしかなくて、カウントしたら水の情報じゃないじゃん。水の情報、いやいや、今回はコップとこのだから、この黒と黄色の組み合わせめちゃめちゃレアだから。あ、そう、本当に今回は、いや、普通は何色なんですか。あ、白と透明がメジャーなところを僕は選びましたから、今回選んでたの。レアなんですよ、この情報。これなのでね、見ていきましょうか。89いただきました。豚結構入ってまして、いや、うちらってそんなに量多くないって言われるお店なんだけども、かなりきつくてですね、
隣の人もジロジロ見ながら、やっぱり隣の人が両隣少なめっていうと先に立っちゃうじゃん。だから俺がこう遅く食ってんのかなみたいな後ろからのプレッシャーが来て、うん、いや違うんです、俺はダイブタダブルだからっていうのをこう背中で言いながら、背中で、ね、語りながら、声は出してないでしょ。いや、声には出さないですね。大丈夫、言えないですね、多分ね。というわけでね、今日1年あげましたけども、はい、言っておかなければいけない情報ありますよね。なんすか。3月10日ラーメン二郎越谷店がオープンしますよということです。わーい、よいしょ。ねえ、なるほど。なんとですね、はい、朝6時半から抽選券、はい、配るらしいです。抽選券、はい、抽選券です。8やじゃん。まあ、うん、まあまあまあ、多分そうなの、言ったことないからあれだけど、抽選券取って、もう一回指定の時間に来て、当たったら、当たったその時間にまた来るという。なるほど。はい、というわけで3月10日僕は突撃しますんで、越谷に行きます。いや、やめときます。ちょっと待って、また。あ、え、可能性あんの。お、いや、これ後輩1人誘ったら記録無視になるっていうね。1人あ、そう、ことだったんで、悲しいね。まだ1人なんで僕みんな誘ってんね、朝6時半きついってことでね。いや、そうよ。というわけで3月10日皆さんお楽しみにということで、まずはカンナナイツライ、ごちそうさまでした。はい、ほっす。